911ベースのスピードスター、ドイツのルーフ RUF は、ポルシェのヒルクライムの歴史から、インスピレーションを得た新型ベルクマイスターを、モントレーカーウィークで公開した、ポルシェ90万6909ベルクスパイダー、718RS60 スパイダーからデザインを引用し、 レトロなスタイリングと現代的技術を組み合わせた。行動とサーキットのどちらにも適しているという。ベルクマイスターは、ルーフがこれまで製作した中で最軽量となる 1100kg を実現。最高出力 450PS。最大トルク 61kg。M を発生する 3.6L ターボチャージャー付きフラットロックと、 六速 MT を搭載している。制動力を高めるため、カーボンセラミックブレーキを採用。19インチのセンターロックホイールも装着する。ボディはすべてカーボンファイバー製で、屋根はなく、フロントとリアには LED ライトが装備されている。ホワイトの塗装とグリーンのレーシングストライプは9 0 9ベルグスパイダーに、 ライトは 718RS60 スパイダーにインスパイアされたものだ。インテリアではドア、ダッシュボード、グローブボックス、ステアリングホイール、ヘッドライナーにアルカンターラが使用されている。また、バケットシートが標準装備される。